在宅派遣サービスのテレスタは、経験豊富な在宅エンジニアを一般の派遣と比べて安価で全国の企業様へ技術提供させていただいております。弊社で優秀な在宅エンジニアの社員雇用を進めておりまして、現在では全国から約70名ほどの在宅エンジニアが在籍しております。弊社ではテレワークサポートツールを開発しまして、在宅社員のパソコンの画面キャプチャーをリアルタイムで一覧で表示させる機能や、ワンクリックで任意の相手とビデオ通話ができるツールでして、それを用いて社員の労務管理や社員同士のコミュニケーションを取りやすくしております。まあ、社員の方はね、その家で仕事をしていてちゃんと評価してもらえるのかみたいな、まあ、そういう不安もあったかと思うんで、管理職に対してテレワークの場合、こういうふうにね、しっかり不公平が起きないようにちゃんと人事評価をしてほしいなんていうようなことの教育をちょっと実施したりなんてことをね、やったりしました。はい、あとはそうですね、家で仕事を、やっぱり家で仕事をやるということに関して、大部分の人はね、通勤もないし非常にありがたいということで、皆さん、そこは抵抗はなかったんですけども、環境がないっていうのも結構あって、まずはテーブルと椅子がないとかね、そういうところからいろいろ問題があったんで、じゃあ、たまたま、我々の会社が、家具の通販のサイトとかを運営したりもしてたんで、そこの商品を購入補助という形で補助を出したりとか、コミュニケーションがね、やっぱりどうしてもテレワークだと不安になる部分が多いんで、もうオンラインでのコミュニケーションということに関してちょっと補助金を出したりとかっていうような工夫をしたりもしましたね。テレワークをね、実施するにあたって、その実際にいろいろやってみて、やっぱり社員がどう思ってるかっていうことがすごくやっぱり大事だし、そこでいろいろ課題を出していくことが重要かなと思いまして、アンケートを全社員に対して何度か実施をさせていただきました。で、結果としては、テレワークに関して、テレワーク自体に関してはかなりほとんどの社員が肯定的に捉えているということは分かりました。またね、その生産性に関しても、特にこれは年齢層が若い社員ほど生産性は上がったというふうに答えてました。ただね、やっぱり少しもう社内で経験年数が結構多い、年齢も結構高めの社員に関しては生産性が下がったと答える社員が多かったと。で、これはやっぱりいろいろ理由があるんだと思うんですけども、やはり一番その辺が不安に思っている部分は結局コミュニケーションのやはり問題で、どうしても見えない場所で仕事をしているということが一つ、本当に仕事をちゃんとやっているのかという不安になったり、また実際に何かね、必要な時に必要なコミュニケーションがすぐに取れないといったような不安であったりといったところが大きいのかなというところで、その辺を解決しようと思って社内でそのテレワーク専門のコミュニケーションツールを作りまして、実は在宅という名前なんですけども、テレワーク以前からやってたんで、そのノウハウを生かしてこういうツールがあると、もっとね、今の課題で解決できるんじゃないかといったようなところで、またそれを入れて、試してみて、おそらく若干慣れてきたのもあるんでしょうけども、アンケート次のアンケートのタイミングでは少し改善したりといったような結果も出てきております。我々の IT の仕事をやってるんですけども、ほとんどエンジニア で実際に仕事の場所としては、派遣という形でお客様先に出ている社員も多くてですね、自社の社員についてはこちらでコントロールしてテレワークといった形は、ある意味取りやすいんですけども、その派遣先の社員、派遣している社員に関してこれお客様の理解がどうしても必要になってくると、そこで当然できる仕事できない仕事があるんで、できない仕事はこれはもう仕方ないんですけども、ある程度可能な仕事に関してはかなりこまめにお客様に対して、お願いをしたり、特に緊急事態となるとこれはいい、ある意味一つのいい
なんて口実にもなるんで、まあ、それで、まあ、お願いをしたりといった形で、かなり、お客様先の社員に関しても、今進んではきてます。ただまだ半数近くといったところなんで、まあ、緊急事態と明けるとまた、まあ、逆にね、テレワークが少なくなったりという可能性もあるんで、つい先日も、まあ、明けてもこのままお願いしたいというようなねメッセージを出したり、もともとテレワーク専門だという形で、テレスタという、まあ、サービスもやってるんで、その分、実際に我々が、まあ、社内でいろいろ調査をしたのも、まあ、生産性は落ちないですと、しっかりね仕事の方は在宅でも、オフィスにいる以上にやりますと、言ったようなことでなんとか理解をね、進めてもらって、まあ、できればねほとんどの社員にテレワークといったのを今後もやっていきたいなというふうに思っています。